はい、こんにちは。今年の昭和大学医学部の問題を紹介するんですが、1998年学習院の理系で、まあ、要するに数字がちょっと変わっただけの全く同じ問題が出てるんですが、この問題、どこで見つけたかというと、私の愛読する、ブルーバックス、安田先生が書かれた、入試数学伝説の良問100の中の、良問100の中じゃなくて、コラム、この問題なんだよっていう、まあ、要するに文句をつけた問題がこれで、その部分ちょっと読むと、これを読んでルートがあるからルートの中身は正と思った人はいますか？そんな人は次を読むと驚くといって、まあ、今日これから紹介する解法と同じものが書かれていて、出題者は複素数を、私と私の友人たちは実数を考えるという意識のズレが問題だった。どこかに複素数の問題だと書くべきだという私の主張に対し、当局は実数の問題と思う人がおかしいと二べもありません。交通事故のようなものと諦めましょうということで、まあ、交通事故の問題ですね。そういうふうになんですけど、まあ、要するに、何かを何乗化して1になると。どんな数でも0乗は1だよと、まあ、高校1年生の指数を教えるときに教えますけども、どんな数でも0乗したら1だよと。まあ、ただそうすると、0は何乗しても0だよという主張と、まあ、どんな縦でも貫き通す矛と、どんな歩行も守れる盾という、まあ、話が生じちゃいますね。ゼロは何乗してもゼロ。ゼロ乗はどんな数でも1っていうのだと、ゼロのゼロ乗問題が生じちゃうんですけども、まあ、ゼロのゼロ乗は一応定義されてないというのが一応普通なんですかね。まあ、1と考える方がなんか自然っぽいし、まあ、ゼロと考えるのもまあ自然かなという気がするんですが、ということで、まあ、多分定義されてないというのが普通でしょうと。なんで、まあ、ここが0乗の時に、こっちが0になるかなぐらいは意識した方がいいかなっていうふうには思います。まあなんで、まあ、何でも0乗は1ですよと。で、まあここが0になってなければいいね。虚数でも0乗は1でいいと思うんで。で、あとは、これが1だったら、1は何乗しても1ですよと。と、あと、その安田先生が言ってた、この中身負になっちゃう場合は除くんじゃないのという主張で、でも別に、中身がマイナス1になれば、それは、マイナス1のルートは i なんで、i は4の倍数乗すれば1になりますね、と。ということで、この中身がマイナス1になって、で、その時、その n が、そういった n が、を代入した時に、これが4の倍数になっていれば、それは解としていいんじゃないのというのが、まあ、出題者の意図なんでしょう。ありとあらゆる可能性を考えてくださいと。いろんな場合も考えろというのが、まあ、医者としての役割なのかもしれませんと。ということで、まあ、まあ、ごく普通に、まあ、0乗の場合、1の場合と、あと、マイナス1の時に、ここが4の倍数になっていればいいなという、そのまあ、3つの答えが考えられると。3通りの考え、パターンですね。じゃあ、まず、n の2乗プラス 5n-14 が0乗になっていればいいと。ことが、まあ、n 足す7、n-2 が0だから、n は、2とマイナス7で自然数って言われてるんで、まあじゃあこれなしと。で、まあ2の時に一応0にならないぐらいは確認した方がいいかなと。4-4-2が9に18。まあこれは大丈夫ですね。0にならないんで。なんで、2OK と。で、次に、この中身が1になる。n2-9n+19 が1になってればいいと。じゃあこれは18=0だから、これは3と6。が0なんで n=3と6、これはこれが1になってる話だから、こっちはもう0乗でも別に構わないし、マイナス乗でも構わないから、まあ確かめる必要はないかなと。で、あとは n にさっき言った n2-9n+19 がマイナス1になるような、まず n を探して、その n をここに代入して4の倍数になってるか、そういうを満たすような n があればそれも OK と。ということで、n2-9n+20が0なんで、n-4 と n-5 と。まあ、これ、それぞれが全部ちゃんと因数分解できるような、この係数を探すのが、まあ、こういう場合とか、こういう場合っていうふうに、まあ、結構、何でもかんでも適当に選べばいいってわけじゃないのが、ちょっと、作る側としては大変かなと。で、n=4、5の時には、ここがマイナス1になって、ただそれだけじゃダメで、これが4の倍数になるかと。4の倍数だから、まあ、モッド4でやっちゃうんですね。モッド4。だと、n2 乗
プラス 5N マイナス14は N イコール4の時は00マイナス14だから違いますね。0にならないからダメ。じゃあ5の時は平方数は何でも1、モッド4は4の倍数じゃなければ。で、1かけ1で1、引く14だから、マイナス12だから OK ですね。なんで、N イコール5は答えと。ということで、結局、2、3、6、5が答えになりますという出題者の意図だと思います。じゃあ以上です。ありがとうございました。